オーボエはここで作られている。一般的にはこういうアフリカ産のグラナリラっていう木を使うんですけども、まあ、徐々にこう段階を得てこういうような形になっています。およそ60日かけて生み出される中村の音。まずは細長い艦体部分の製作だ。精密さが必要とされるため機械で行う。艦体に乗る部品の数は500個以上。音を調節するキーは部品が細かく職人技が要求される。うちでは一般的にはやっぱコルクのパッドを使ってますね。アフリカ産の木は寒暖差の少ない沖縄ではより良好な状態に保てるのだとか。このグラナディラといわれる木は非常に硬いため、加工の際は金属加工用の機械を使用。良いオーボエ作りにはとにかく作業の正確さが求められるのです。続いては木に丸みを持たせる工程。こうして削り出されたのは精巧な円柱形。さらに加工を施し、楽器のベースとなる管が出来上がりました。続いては金属パーツの加工。ガスバーナーを使い、1センチほどの小さな棒をパーツの裏側につけていきます。銀の接着剤を使い、パーツ同士を接着する棒付けの作業。職人さんの手作業により、バラバラだったパーツが一つの部品となって、オーボエの一部となっていきます。使用するパーツの数はなんと全部で290種類以上。気が遠くなる作業ですよ。この全てが連動して美しい音色を奏でるメイドインジャパンのオーボエが誕生するのです。一個一個の微調整相当大変だよね。大変だよね。どこ持ってなるのか分かんないし。高そうだなこの楽器。世界の演奏家が信頼するジャパンクオリティの秘密、それは最終仕上げの工程に隠されていました。出荷される前に全てのオーボエを社長である中村さんが実際に奏で調整作業を行うのです。これに関してはちょっとある部分がちょっとうまくできてないっていうか、できたばかりのこちらのオーボエは高いラの音がブレてしまうのが問題。するとおもむろに分解し、中に金属を差し込んだ中村さん、楽器の内側を削っていきます。そんなことで調整。次の瞬間、かなり大胆な作業ですよこれは。ラのとこぐらいを削る。出てきたのは小さな木の破片。内径をちょっと広げてあげたんですよ、まあ、今そこの症状は多分ここだろうなっていう、わずかばかり削っただけで音が変わるのでしょうか。豆助も気になるわよね。わずかばかり削っただけで音が変わるのでしょうか。中の太さが違うんだろうね、場所が。ではどう変わったのか
聞き比べてみましょう。ああ、いい、綺麗。すごい。抜けるような音になりました。この調律こそがジャパンクオリティ。